三浦春馬さんのですね、死因は自殺ということで、報道があったと思います。僕もですね、実は、小学校時代にですね、自殺を考えたことがあったんですよ。なんでかっていうとですね、スパルタ教育で、子供の頃からですね、かなり、勉強をですね、強制的にさせられていまして、で、まあ、それが僕は本当に嫌だったんですね。で、親からはですね、勉強のことで怒鳴られたりもして、もう自分はですね、何のために生きてるのか、親のために生きてるのかなとか、まあ、そういうふうに思ったことがあって、もうそんなんだったら、もう自分はいない方がいいんじゃないかというふうに考えて、そう思ってですね、泣きながらこう夜、台所に行ってですね、包丁を手にしたということが、過去一度だけあったんですね。でも僕はですね、怖くて、何も、まあ、できなかったんですよね。で、この時は、まあ、感情的にもなっていて、こう、何も考えることができなかったっていうのを、まあ、今でも、覚えています。で、今ですね、日本の若年層の自殺率というのが、まあ、世界でもトップクラスになっています。で、日本のですね、15歳から39歳の死因で、第1位がなんと自殺なんですね。で、事故死よりも自殺が多いっていうのは実は日本のみだったりもするんです。OECD という、公表のデータによりますと、1998年以降、まあ、G7 と呼ばれる、まあ、先進7カ国のトップを日本はですね、走り続けてしまっているという状況です。で、学生と大人で、自殺の原因っていうのは異なっていまして、で、自殺の原因となるのは、まあ、学生の自殺の原因となるのはですね、まあ、1位がいじめであったり、あとは2位がですね、ネット上でのいじめですね。で、3位がですね、引きこもりであったり、4位、経済的な理由であったり、で、5位がですね、受験での失敗、6位が、就活での失敗と。まあ、僕はですね、どちらかというと、その受験の失敗というよりも、そういうところにはまっていたのかなとは思います。大人の原因となるのはですね、1位は、まあ、精神疾患が、まあ、一番多いというところですね。で、2位は、貧困であったり、事業の不振であったり、あとは倒産、リストラ、まあ、そういった経済状況の悪化です。で、3位は家庭の問題。で、4位が職場の人間関係という形になっています。まあ、ただ、すべてにおいて共通しているのが、まあ、皆深刻な悩みがあり、孤立しちゃって、こう、相談相手がいないというところになってきます。相談ができなかったりとか、相談相手がいないとか、もうこれが一番苦しいと思うんですね。で、僕自身、まあ、感情的になっていた、まあ、小学生だったんですが、まあ、実際に、相談相手がいなかったり、一人で悩んでいたというところから、まあそういう感情が生まれてしまったという過去がありますね。もしそんな悩みがあるのであれば、政府の支援があることを知っていただきたいと思います。で、政府だけではなくて、相談窓口もたくさんありますし、電話ではなくて、SNS での相談窓口っていうのもあったりするんですね。この動画をここまで見てくれているあなたのね、周りに、そうやって悩む人がもしいらっしゃるのであれば、ぜひ教えてあげていただきたいというふうに思います。で、僕の概要欄に、そういったですね、各種窓口のリンクを貼ってありますので、もしですね、そういう方がいれば、このリンクを教えてあげていただければと思います。最後になりますが、三浦春馬さんのご冥福を心より、お祈り申し上げます。今回の動画はこれで以上となります。